無限バナの香りがする。白先生、白先生が病気の様子を見に来たの？あなたどこか悪いの？頭痛？胃痛？喉？それとも力が入らない？え、病気じゃないの？あんならよかった。病気だったら白先生が超苦い薬を飲ませてたよ。さっきのあの方は天柱炎様だよ。うん、ちょっと顔を寄せて、もっと寄せて。いい？彼女は本当にすごい人なの。港のことなら何でも知っているの。だからあなたも気をつけてね。彼女に目をつけられないように。あなたもフータオにいじめられたの？彼女いつも気づかれないように背後に忍び寄って、こうやって突然背中を叩くの。うまくいくとヘラヘラ笑うのよ。ふん。だけど私は大人だからね。いつも彼女が梅の花で作ったお菓子を持ってきてくれるのに免じて仕返しはしないであげているの。清泉町のリオだ。うんうん、彼女の作ったカクテルってすごく美味しいって聞いたんだ。だからそのレシピをうまく利用すれば美味しい料理が生まれるかもって思って彼女のところを訪ねたんだよね。でも彼女にもらったレシピはトカゲの尻尾をビールに入れるとか、ダンディライオン酒に魚の燻製を入れるとか、あまり美味しそうじゃなかったの。はあ、やっぱり自分で作るしかないのかな。北斗姉さんはすっごく優しいの。一緒に海に出るといつも新鮮な食材をたくさん取ってくれるんだよ。タコはスープ、ワカメには唐辛子がいいよね。北斗姉さんだけじゃなくて市長生の船員たちも私の料理を気に入ってくれてるの。好き嫌いが激しいお客さんはたくさん見てきたけど、勝利さんのように食材のことを理解している人は他にいなかったな。あの日彼に山椒豆腐を出したら、一口食べて何の塩を使ったか聞いてきたの。それで答えたら、幸運閣の旋回で作った海塩を使うといい、その味わいは豆腐の鮮度を高められるだろうって言われたんだ。言われた通り試したら本当に味が全然違うの。ねえ、すごいでしょ。超運ね。いつも行く秋と一緒に万民堂に来るけど、あ、行く秋に連れてこられてるって言った方が正しいかも。でも超運は熱いものが食べれないのよね。熱々の料理が運ばれてきたら、行く秋が礼儀正しく失敬と言って箸を持ったまま料理のいいところを褒めるんだ。あまりにも褒めるからこっちまでお腹が空いてきちゃうのよね。その時のチャウンの目ときたらあの二人本当に面白いんだから。カウン、ああ思い出したよ。あの菜食主義のお客さんのことだよね。万民堂に来た回数はあまり多くないし、いつも隅っこで静かに食べてるから、なんかかわいそうに思っていつも多めに入れてるんだけど、毎回完食してくれるんだ。人は見かけによらないよね。あの子は自慢の妹でしたよ。でも長いこと万民堂には来てないの。きっと師匠が彼女のことを心配してるからだと思う。のオンライタコって美味しいのに、ヨーヨーは私に食べさせないどころか師匠を呼んできて私のこと説教したんだよ。むー、どっちが姉でしかたまにわからなくなる時があるよ。深淵はよく万民堂に来て夜食を食べてるよ。行く秋、超運たちが食べてくれない新メニューでも迷わず注文してくれるんだ。しかも8割方それを気に入ってくれるの。すごくいい人だよ。イエラン姉さん？もちろん、その人のことなら覚えてるよ。初めて会った時、あっさりした料理の方が好きかなって思ったんだけど、
私が今まで会った人の中で一番辛いものが好きなお客さんだったの。料理の辛さが足りないからって絶雲の唐辛子をそのまま噛んで食べたんだよ。本当にすごいよね。鳩の肉の串焼きいる？はい、どうぞ。私の秘伝の味付けをしているの。他のお店とは絶対に一味違うからね。師匠から教わった技ってすごいでしょ。あなたも教わりたかったら教えてあげてもいいよ。だけどそれよりもあなたが私から料理を習いたくなる方がいいな。私のこの腕とレシピは遥か遠くの地まで伝えて叱るべきなんだから。私の願い事？それはもちろん完全に新しい料理を作ることだよ。リの料理もユエの料理も限界があるからね。あ、きっと辛みが鍵になるはずだよ。今のうちから私が作ったおこげ唐辛子炒めを食べてみなよ。あなた、私の料理の腕に心を奪われたみたいね。そろそろ私が苦労して開発した新メニュー七彩ルリパンケーキを食べさせてあげてもいい頃ね。ほらほら、この薄い卵の皮の中に包んであるのは赤いリスのソーセージ、オレンジ色の人参、黄色の太陽ガエルの肉、緑のドドリアン、青い蝶々の羽。え、食べたくない？本当に？はあ、なんだかおかしいの。昔は寝て起きたらレシピを思いついてたのに、こんなんじゃ私らしくないよ。ダメ、やっぱりあなたが考えてよ。あなたに新しい料理を食べてもらいたいってずっと思ってたのに、いつの間にかあなたがお腹を壊したら私まで嫌な気持ちになるようになってたの。私どうすればいいの？あ、見つけた。早く来て。あなたのためにたくさん料理を作ったの。無理に褒めなくていいよ。まず味わってからにしてよ。